皆さんこんにちは。加藤夏樹の YouTube チャンネル夏色。本日は常備菜3品を作っていきます。初挑戦レシピもあります。頑張っていきましょう。1品目、きゅうりとカニカマ中華サラダ。食材はきゅうり、カニカマ、中華ドレッシングだけ。まず当たり前ですが、きゅうりを洗っていきます。野菜用のたわしで残留農薬を落とします。専用の洗剤があったり、いろいろな落とし方がありますが、今日は流水で流しながら落としていきました。続いてきゅうりを千切りにしていきます。以前千切りピーラーを購入していたので使ってみましたが、やり方が良くないのか、うまくできません。刃の部分できゅうりが詰まってしまいます。持っている方の角度が悪いのか、ピーラーの方の角度が悪いのか、きゅうりをまな板に置いてやるとか、もう少しやり方を考えればよかったですね。ただ怪我をしないようにと、黙々とピーラーで千切りにしていきます。完成。ピーラーよりスライサーでスライスしてから包丁で切った方が良かったです。残りは包丁で切っていきます。ここもまた無心になって切っています。包丁が下手なので上手くなりたいです。特に千切りとか、早くてでも均等に切れている、理想ですね。そういう包丁さばきを教えてくれる教室とかないんですかね。調べたことないけど、ドラマや映画の撮影でも料理のシーンがあると尋常じゃなく緊張します。しかも撮影でもよく言われるのが、包丁のスピードが遅かったりとか、切り方がまばらだったりとかすると、料理してないでしょうってね、言われます。悪気があって言うわけじゃないんだろうけど、それなりにやってるのにやれてないっていう感じがね。特にお母さんになったらなおのことですね。みんながみんなトン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 って切れないんですよ。まあなので、いつかドヤ顔で華麗な包丁さばきをしたいですね。さあ、きゅうりを切り終わりました。続いてカニカマを裂いて入れます。こういう単純作業は無心になりますね。今回このメニューは特にコツとかがなくて、ただ本当に簡単で、食材が少なく手順も簡単、火も使わない。きゅうりのさっぱり系の味なので、つわりが辛い時本当に助けられる一品です。あ、なので旦那さんも作れますよ。ぜひ奥さんのために作ってみてください。知っての通り、きゅうりはローカロリーで、実はカニカマは高タンパク質と。本当に優しいメニューなので、おやつ代わりにも食べれますね。中華ドレッシングをかけ、混ぜ合わせていきます。もう手順はおしまいです。保存容器に入れたら完成。時間がない朝でもパパッとできちゃうのでおすすめです。2品目、人参しりしり。
食材は人参、豆苗、豆腐、卵、オリーブオイル、塩、胡椒、醤油、みりん。人参を洗ったら千切りにしていきます。ピーラー再挑戦、なかなか難しいですね。苦戦しています。結局包丁で切ることにしました。単調な作業の時、皆さんは考え事しますか？何を考えたりしますか？私は今日も子供を叱ってしまったなと、よし帰ってきたらたくさん優しくするぞと、まあ反省をすることが多いですね。強く言っちゃった後ギュッて抱きしめられたらいいんですけど、日々ごめんなさいと謝ってるんだよママは。話が変わりますが、撮影時妊娠4ヶ月ですが、早くもお腹が目立ってきました。わかるかな。お料理中カウンターにお腹だけが当たったり、洗い物をしてても泡がお腹だけにくっついたりとかして、早くて胎動も少し感じるようになってきましたが、生活の中でまだ見ぬ子供を感じられるようになってきています。今はまだ2人の母親ではありますが、3人の母親は未知の世界ですね。3人、私自身2人兄弟ですし、周りに3人兄弟はいることはいるんですが、親側の見え方が分からなくて、3人と親の手が足りるのかな。楽しみでもあり不安でもあります。まあ不安があってもいいことないので、ポジティブにポジティブに受け止めていきたいと思います。そんなことを話しているうちに、人参切り終わりました。続いて豆苗も切っていきます。ちょっと量が少ないので細かく切っていきます。熱したフライパンに油を敷いて、人参、豆苗を入れ炒めていきます。人参がしんなりするまで炒めます。あ、大変。塩を入れるのを忘れてました。まあ、薄味ヘルシーってことで、本来はこのタイミングで塩を少々入れてください。みりんを入れて、醤油も入れます。大さじ1くらいかな。味見をしていい感じなら、崩した豆腐を入れます。軽く混ぜながら炒めて、息子は卵アレルギーなのでここで取り分けます。溶いた卵を入れ、軽く混ぜ合わせて保存容器に入れたら完成。人参のカロテンは体に必要な分だけビタミン A に変わるので、妊婦さんも安心して食べられます。3品目、ナスとかぼちゃの揚げひたし。食材はナス、かぼちゃ、めんつゆ、生姜、オリーブオイル。今回生姜は刻み生姜というごまの味付きのものを使います。ナスは5分ほどアク抜きをしてヘタを取ります。食べやすい大きさに斜めに切って、
ぼちゃはすでにカット済みのものを買いました。事前にめんつゆと生姜を混ぜておきます。サラダ油を入れて、ナスは180度、かぼちゃは170度で揚げるらしいです。ですが温度計が我が家にはないので、勘で揚げます。いやー、不安しかない。案の定温度が低いですね。なかなかナスが揚がりません。油は後処理を考えて少なめに入れたんですが、なので頻繁にコロコロ動かしています。っていうのは言い訳です。じっと待っていられないせっかちな性格が出ていますね。気になってコロコロしちゃう。お、いい感じに焦げ目ができてきました。すぐめんつゆ生姜に入れて浸していきます。おいしいといいな。と不安になっています。続いてかぼちゃも揚げていきます。かぼちゃも浸して、完成。揚げ物をしない私の初挑戦レシピでした。本日の常備菜3品完成しました。それではいただきます。まずはこちらのきゅうりとカニカマの中華ドレッシングから。さっぱり美味しい。オイゴマがかなり効いてて美味しいですね。美味しい。生姜がかなり効いてて、まだちょっとしかつけてないけど味が少し染み込んでて、これまたさっぱり美味しい。かぼちゃは、勘に頼ったところもありますが、想像以上に美味しくできて少し自信もつきました。私天才かも。レシピがね。ごちそうさまでした。人参しりしりは私がアレルギーのため試食はないですが、子供たちもパパもピッカリーに食べてくれました。本日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。